すいません、伊藤孝恵です。すいません、よろしいですか？こっちで、はい、どうぞ。いいですか、いいですか、はい、これ誰かがやっぱり作ったんですか？すごい、愛されてるな、本当愛されてるな。ヤギです。400回記念、リクエストの大変多かった新馬和也幹事長、よろしくお願いします。どうもこんにちは、新馬幹事長です。自分で幹事長ですって言うんですね。はい。私が一番初めに議員になった時の国対委員長ですから、うん、そうだったんですよね。なんか大きなバックさんやって怒られてましたね、エイスさんに。私エイスさんからよく覚えてますね。伊藤、新人の伊藤孝恵議員が大きなバック持ってうろうろしてるんでって言って、はいはいはい、何やってるんだ伊藤先生って言ったら、引っ越しのを毎回新幹線で持ってきてます、引っ越しは止めればいいじゃないかって言ったら、お金がもったいないんで往復して最低だ持ってきてますって言って、最低だ、もう私最低だ。あのその時ですね、しかも背中がパックリ開いた意味不明なシャツというかドレスというか着ていて、はい、暑かったですからね。事務局が注意してください、うん、で自分で言えないから、うん、国対委員長が、うん、はい、なんだその服はって言ったら、はい、えって言っておしゃれですって、何がいけないんだっていうような感じで、あの日ちょうどね、ずいぶん大人になりましたね最近。ね、いや昨日もなんか胸が空きすぎだとかっていっぱい文句来ました。ああ、はい、昨日なんかいい、よかったよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。そう、昭和のバブリーな雰囲気があって、バブリーあれパツンパツンだったよね。あれパツンパツンだった。怒られたのやっぱり。いや、ちょっと気になったけど、ちょっと気になった、やっぱり個性だからね。言ってくださいよ、個性と自由で、はみ出していく、はみ出してないです、私しっかり思ってます。あの日ちょうど注意された日、はい、電子レンジを持ってきてたんですよ。あ、で毎日往復するのに、なんで引っ越し屋さんに何十万もかけなきゃいけないかって、うん、頑張ればね、あの家具ないですから、うん、毎日往復で引っ越しできるなって思って、それは違うところにエネルギーかけましょう。いや、今となっては本当ですね、はい、で忘れもしない、はい、一回私あの国体を、うん、あのブッチしてしまったことがあって、それで私が激怒してですね、覚えてんですか、電話したんですよ。伊藤孝恵さん何やってるんですかって言ったら、今部屋にいますって言ったら、いや違う違う、新幹線の中、違うんですよ、え部屋にいますってから、うんうん、ちょっと彼って言って、うん、何やってんだって言ったら、うん、同じ10階の公明党の伊藤孝恵先生に私は激怒してしまい、伊藤先生が、は、どこに行ったらいいんですか、新馬さんって言うから、ピンと来て、やばい、これは、国民民主党の伊藤孝恵じゃなくて、公明党の伊藤孝恵さんだと思って、すぐにトレイヤーに行って、今、鳥肌、はい、すぐトレイヤーに行って、一番高い羊羹を買って、謝罪に行きました。それは、全て伊藤孝恵のせいです。私のせい、本当私のせいで、私あの時まだ愛知から毎日国会に通ってきてたんですよ。なるほどね。で国体があるっていうのがスケジュールにまだ入ってなくて、本会議の前には国体があるって今なら分かるんですけど、あの時まだ知らなくてですね。しかもあなたのに行ってみたら、国体って国の体育の体で、あの国体運動会じゃないんだから、国会対策だからね。国体って書いてあって、なんか陸上でもやるのかなと思って、本当に国体面白かったね、はい、本当に、はい、あんな私をですねここまで育てていただいて、でも選挙の神様ですよ。もう伊藤孝恵の名刺見てください。そうだ、名付け親ですから。輝き降りたらですね、なんかオレンジ集団が見えたんで、燃えてるなと思ったら伊藤孝恵でしたよ。この地味な選挙官でぐるぐると走って、6年前はね勝てっこないって言われて、奇跡の当選ですよ。受験生ね、この伊藤孝恵の名刺お守りになりますからね、落ちそうで絶対落ちないっていうお守りになりますから。お守りが最近神になってきたね。あ、本当ですか。絶対落ちませんよ、受験生の皆さん。これから受験シーズンです。伊藤孝恵さんの名刺を懐に頑張ろう。いや本当に言葉が巧みで、はい、演説も挨拶も上手くて、いやいやいや、で昨今の記者会見の再生動画がすごくないですか、はい、しかもね、うん、うちの秘書がなんかやったふりしてますけど、あれ誰もやってません。え、うちの事務所一切ノータッチなんです。知らないファンの皆さんが勝手に動画アップして、うん、切り取りもうちの事務所一切やってません。あ、なんとコスパのいい事務所でしょう。自発的にみんなが面白いところを。そうなんです。フリーホッターさんとか、フリーホッターもそうですし、
テレ東の篠原キャップは140万回再生で、会いたかったんだよって言ってた。そう、あれ本当に会いたかったんです。はい、テレビ東京篠原と申します。はい、テレビ東京の篠原と申します。篠原さん、はい、落語にめちゃめちゃ詳しい篠原さんですよね。そうです、それでちょっといや会いたかったんだ俺。ありがとうございます。篠原キャップ、はい、ありがとうございます。いややっと会えた。いや、あのごめんなさい、プライベートで。で、篠原キャップは篠原キャップで、あの後一緒にご飯食べに行ったら、リアル新馬風やなって、お互いがですね、リアルに会って歓迎してたっていう。いや、超ミーハナ議員とミーハナ記者でした。なんか、やっぱ愛があるっていうか、やりとりにウィットがあるっていうか、いつの時にもなんかこう、笑いを挟むっていう、この語彙力の豊富さと趣味の多さと、いやすごいですね。あの大塚康平と新馬和也を足して割ったら普通の人間になって、同期2人がね、性濁合わせ飲む感じがこう、性と濁がこう、なんかなんだ俺が性だろ。やっちゃった失礼しました。いや、すみません。いや、本当にだからね、はい、あのケビン君も含め、あの幅が広いとかギャップ、もうケビン君の子供もビリー君もですね、はい、私の帽子を取ったりいろいろ。ケビン君の動画私見てますし、新馬、はい、幹事長の LINE スタンプあるじゃないですか。あります、あります。私あれすごいあの使ってるんですよ、超党派の方々に。やめてください、風評害が。だからそうするとあなたの評判下がる。何これってきて、うん、これはあのうちの炎の幹事長ですと。超党派の先生なんか買ってますか、ね、政治家に炎とかつかないけど、プロレスラーじゃないんだから。いいんですよ、やっぱりこう熱伝導ですから。そうですか。最後の質問です。はい、なんでこんなに熱伝導、ウィットもこのギャップもあって、こんなモテる要素たっぷりにもかかわらず、うん、なんで我が党女性支持率こんな低いんですかね。それは伊藤孝恵さんに聞きたいね。伊藤さんが代表になったらいいんじゃないの。やめてください、本当に。4パーまでないね、4ポイントまで。4ポイントきました。ここまではやっぱ玉木さんの力とみんなの力、こっからね、やっぱり抜けて、男女の支持率のこんなに乖離がある党って、うん、7対2だったよ。7ポイントと2ポイント6対1だったのが7対2になってますね。ちょっと上がってますね。神田伯山先生もですね、はい、問わず語りの神田伯山というラジオ番組で、はい、国民民主党が女性支持層がないからって応援してくれたんですよ、はい、それちょっと女性見てヤギだけに頼ってる場合じゃないって言われてました。あいみょんとヤギだけに頼っててダメだって言われましたけど、でも女性支持率って女性からってどうもこうメンタルブロック的に思っちゃってるじゃないですか、うん、女性は女性に波及力がみたいな。どうなんですかね、ちょっと難しい党だと思われてるのかね、それと、ま、真面目に見える。あ、誰か言ってましたね、ちょっとやんちゃぐらいがいいって。お、会長のキャラそのままじゃないですか。ちょっと考えようか、何か、ね、策を練らないと。いやだから、皆さん、ね、方法を募集してますから、伊藤孝恵までぜひ連絡してください。わかりました。伊藤孝恵チャンネル400回記念の締めはいいの俺で。いやもう本当一番人気ですからね今。いや嬉しいなこのまんまの事務所内では人気ないのに勝てないとかそれ問題です。いやいや大丈夫ですよ。今日の伊藤孝恵チャンネル400回記念は、国民民主党幹事長新馬和也参議院議員に、お話聞きました。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価、グッドボタンお願いします。幹事長 YouTube やらないんですか。うん、分かんないんですよ、やり方がみんなやってくれるから私やらなくても。いないな、やっぱり強いってそういうことですよね。いやいやいや、ありがとうございました。本当にありがとうございました。